よかった、うん、そう、ありがとう、もーちゃん、うん、85か、ありがとう、あと15で、うん、300になる、うん、ありがとう、うん、昨日ね、夜そんな取らなかった、100までいかなかった、夜少ないとね、また大変なのよ、うん、ここはさ、ナイスポチしたよって頑張ってください、いつもありがとう、ココアちゃんありがとうございます、ありがとう、ほんとありがとうね、ほんと貴重なナイス、ありがとう、もーちゃん荒れてるからねって、そうなのよ、大変なのよ今ね、うん、うん、今ナイス大変ね、ねえ荒れてるわよ本当にね、え全くね、チーズも好きだけどさ、最近チーズ食べてないな、何が食べたいってこれと言って食べたいもんはないな、何が食いたいか、休まず食ってるとまた眠くなるしね、ねえそうなのよ、お寿司、お寿司も今買ってきてもね、すぐ食べないと美味しくないね、一晩置くとね、なんかね、すぐ食べんだらいいね、前寿司うまいなと思ったけどさ、最近はうまいって、ね、グラニュードかな、やっぱりな、あの朝さ、コリコリしてうまいわよ、あの牛乳かけて食べる朝ごはん、うん、あれいいね、生協で買ってある、これ何もないとこれ食べるいいよ、うん、あ、そうめんいいけどさ、茹でないねんだ、もーちゃん鍋が持てねえ、熱くって、こっち茹でたの持ってきてジャーって流してさ、すすいでさ、あとザルでね、こうにやってね、ぼっち作って、こうにね、玉をね、それであれだよね、大きい皿で冷蔵庫入れとけば、そうめん美味しいな、いつもそうめん食べたけど今鍋が持てね、重たくてこっちの流しまで持ってこれね、誰か茹でたの持ってきてくれればできる、やかんのお芋入れるの大変、うん、そんなんちゃった、うん、水でさらしてすぐ食べれるそうめん売ってるよ、あ、ああ、うん、売ってるね、うん、あのそばも売ってるね、うん、ああいうんでもいいよね、うん、そうだね、うん、そうだ、考えてみればね、うん、大葉とかネギとかね、うん、あとは天ぷらも入れるとあれだけど、天ぷらってすぐ腐っちゃうからさ、よく天かす買ってきたね、友達と買い物行くときね、天かすは結構持つんだよね、天ぷらってすぐ悪くなる、こんだけ暑いとね、そうだね、冷水麺ってやつですね、冷水麺ね、これ探してさ、あれ簡単でいいね、あれもいいかもね、奥戸さんね、そうですってね、冷水麺いいかもね、そばもあるんだよね、うどんとね、そうめんもね、冷水麺です、美味しいかも、ネギと大葉が好きだよな、大葉香りがいいな、そういいね、でもさ、簡単で安くていいけど、あの束で買うとすごいいっぱいになるね、茹でるとね、ね、天かすもいいねって、そうだね、たまにはあそこ行きたいね、なんだっけ、ほらうどん屋があるじゃね、釜揚げ、釜揚げうどんとか、あるよね、すごい安いヘルスサービスでさ、あんとこ友達と行った時ね、こう自分の好きなのをこうね取る、そうそうそう、もふにゃんちゃん丸亀製麺、これいいね、友達とよく行ったよ、ね、
おかわりだもんね。いくら食べてもいいんだもんね、ネギとかね、うん、いいね、丸亀安いんだよね。ほんで麺がシコシコして固くってさ、歯ごたえいいね、うん、すごい安いんだよね、うん、友達にねよく連れてってもらった。あの時はまだね、うん、100円ショップの杖で歩けたから、うん、自分でね、うん、そう。でも友達がね運んできてくれたよね、杖ついてるから。そう、安いし早いし美味しい。そうそうだよ、むふにゃんちゃん、うん、いいよね、うん、ひまちゃんセブンで売ってるよ、丸亀が。本当に、セブンに出してるん丸亀。本当そうなん、うん、こちら、うん、北斗さん、シェイクうどんっていうのが流行を行っていますよ。そうなんですか、シェイク、うん、シェイクってこうおっぷるってことだよね、こうね、そういうのあるんだ。そうなん、いろんなのができますね。なでしこちゃん、あれから血液検査の結果どうなりました？うん、うん、血液、うん、何でもなかった。うん、あのね、内臓からね、うん、貧血してるんじゃなかった。うん、あに言ったみたい、こないだ水曜日、私はデイに行ってたから、うん、水曜ね、ケアマネージャーと相原で行ってね、うん、そう、異常なかった。うん、私内臓は結構ね丈夫なんですよ、うん、ね、結構肝臓なんかすごい人一倍いいって言われた。今痩せてるから悪玉コレステロールも、うん、ちょっとね、うん、ちょっと糖尿病の件あるってちょっと言われたけど、今改善しちゃったんね、全部ね、痩せたからね、10キロ以上も痩せれば、うん、いいわよね、うん、こちら、えみこちゃん、いつもありがとう。よせいさん、こんばんは。ナイスって、ありがとうございます。ありがとう。えみこちゃん、ありがとうございます。いつもナイス。ありがとうね。ありがとう。ありがとうございます。みーさん、よせいさん、こんにちは。ナイス押しましたって、ありがとうございます。ありがとう。あくりまんじゅうさん、北斗さんってね、うん、もふにゃんちゃん、ナイスしたよって、ありがとう、ありがとうね、もふにゃんちゃんも、うん、ナイス、ありがとう、ありがとうね。ジェイさん、慎吾の振動で痩せたんでしょうかって、そうだと思いますよ、うん、あとは年取って、うん、食欲がなくなったってこと、うん、そんなもんだね、うん、あんまりご飯って食べたくないもんね。ともこさん、ナイス、忘れてたわって、ありがとう、うん、ありがとうございます、うん、こちら、もふわんちゃん、チョコミントプレゼントって、ありがとうございます、ありがとう、もふわんちゃん、うん、あ、こちら、えみこさん、こちら、バーブルバルーン6個、ありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう。えみこさん、いつもありがとうございます。こちら、もふがんちゃんが、うん、ふわっちりれんぼう、ありがとう、ありがとうね、皆さん、ありがとう、うん、ありがとう。なでしこちゃん、自動車で払いましたか、わかんない、うん、あの子が持ってる、みんな、うん、ね、今日も役場になんかね手続きするんだって行くって言うから、シンゴーって、あれ払ったかいって督促って言ったんだよね、うん、そしたら、うん、じゃあねって言うけど返事はなかったね、うん、どうなってんだろう、役場行ってきたんだ、
ここにね、うん、だからね、まったくね、うん、書類は全部あいつが持ってるんだけどね、うん、栗まんじゅうさん、サラダうどん美味しそうですねってね、うん、そうね、ともこさん、アイスの中で好きなのはチョコミントですって、あ、そうなんだ、うん、私チョコがあんまり好きじゃないんだよね、うん、どっちかっていうと、うん、バニラだね、うん、そうね、うん、チョコミントも美味しいかもね、なんかね、うん、考えた感じね、うん、ひまちゃん、チョコミントスースー、うん、スースーして美味しい、そうだよね、ハッカーみたいなんでしょうからね、そうだね、うん、うん、全然美味しい、食べた、うん、一つ食べた、うん、なでしこちゃん、でんでん虫、食べた、うん、一つね、くりまんじゅうさん、タンタンサラダ、また眠くなってきたよ、困ったね、ここ暑いんだよね、結局は氷でもなめぐったって氷作ってねえし、うん、弱ったもんねえ、こうちゃん、でんでん虫ってそう、うん、あ、ロールパンのことよ、テントウムシ食べられた、うん、テントウムシ、うん、そう、あ、あの入ってねえやつ何も、うん、あれ食べてよ全部、うん、そう、モフヤンちゃん、ヨシエさん眠そうねって、体無理しないでお昼寝してねって、ありがとうありがとうね、モフヤンちゃん、うん、こうちゃん、でんでん虫というパンあるんですか、かわいいってね、うん、ないけど自分で勝手につけちゃったね、うん、自分に勝手だよね、うん、なんか、うん、なんだろう、なんか食べるもんある、うん、なんかあったかな、うん、いろいろね、うん、私もね、片付けことばっかりよ、カレンダーに窓をつけましょう、なんだよこれ、今いらねえ勉強をね、いっぱい持ってきたのよ、9時から18時か、テッドで落とす、破っちゃうかね、いらないもんね、焼きそばは、うん、焼きそば全部食べてよ、昨日さ、あの、なんだっけ、あの、肉半分取っとくって言うからさ、3つやったからね、肉全部入れちゃった、帰ってよかったよ、あれ取っといたら腐っちゃうよね、期限が5日までだもん、全部入れてよかったよ、全部食べきった、うん、傷まないでね、そうだよ、気持ちいいね、物を無駄にしちゃもったいないよね、本当だよ、物を無駄にすればね、罰が当たるね、昔の人なんか骨折ったんだからね、
飲まず食わずで頑張った人もいるんだね。飲まず食わずで頑張った人もいるんだよね。そうだね。だからさ、もうね、いろんなもんばっかりよ。もう今4月じゃねえもんね、カレンダーね。えこれ珍重芸、山吹っていつ咲くの？4月だってよ、山吹。足利の風物詩だって、ね、ねえ、このトップがないのよ。取っといてもさ、もうね、散らかるばっかりでしょ。ねえ、冷蔵庫の虫はどうなりましたって。冷蔵庫虫いないよ。冷蔵庫はね、小さいね、なんていうの、小さい虫がさ、開けた時ね、ちょこっと黒いちっちゃいのがあるじゃん。あれが落ちてた。冷蔵庫綺麗だよ。私いつも綺麗にしてるから。中は掃除するじゃない。大丈夫。ね。私冷蔵庫ね、汚れないように入れてる。何でもね。もうね、物をね、垂らしたりしたんじゃダメ。冷蔵庫なんて物をきれいに入れとけばね、絶対汚れないから、いちいち取り外してね、掃除するせやない、私これね、24年間この冷蔵庫使ってます。このうちたって24年。それでね、全然掃除したことない。中外してきれいに入れてる、絶対汚れないように。梅雨のあるパックなんてちっちゃいね、ビニールの袋入れとけば絶対汚れない。ウジ虫はもういない。ウジ虫はね、こっちのね、おかってのね、あれだよ、生ゴミの中、あれにはいるよ。だからビニールの蓋をね、口をキューって元まで絞んないと、出てくる、その間から。それがコバエになるんだよね。そうだからね、スイカ食べてんだけど、スイカの皮は捨てなくちゃだない。ほんと出てくるよ、中から、隙間から。ダメだね。だから梅干し食べたいなと思うんだけど、梅干しもあっち打ちあるんだけど、ねえ、だから梅干し食べたいな。でも燃えるゴミもいいか、梅干し食べるかね。お電気料がね、上がるっていうし、お知らせよ、これ。なんかこんなの別に取っとかなくたっていいよね。いいと思わない？こんなん取っといたってしょうがねえと思うんだよね。電気料の値上げについて、その他の、これいいと思うね。6月から実施されてるって、電気料の値上げね。こんなもんどっとかなくたっていいよね。上がっただけ取られるんだからね。そうだよね、上がっただけ取られるんだからしょうがないでしょ。こういうのが仕事のうちよね。そう、うちが冷蔵庫にいるってありえない。いない、ない、冷蔵庫にはいない。生ゴミの中にいる。小さいがね、小さいね、あの、だからね、冷蔵庫にはいないのよ。冷蔵庫は掃除したことない。野菜室はたまにする。野菜室ってさ、物が腐りやすいね。だからね、冷蔵庫は大丈夫。垂れるようなもんは絶対、あの、ビニール入れて入れるから。冷蔵庫ね、外して洗ったこと一度もない。27年使って。綺麗だよ。ね、冷蔵庫も綺麗。私ちょっとしたことでね、すごい頭にくる。
うちの子が今日そこを拭いたんだけど、まだ油たかってるね、うん、まだ模様がついてる、うん、私ね、こういう壁、うん、タイルにね、タイルに油をね、フライパンさやってさ、こんなんで揺すってふっくり返すじゃん、ほんとに跳ねるんだよね、うん、まあ、そんな料理しねえから、うん、こういう周りの、うん、なんだっけこれ、周りのタイル、うん、汚したことない、ああそう、うん、こちら、あ、こちらが生ゴミこまめに捨てよう、そうだね、うん、神国の部屋にいるのって違う、こっち、うん、たまちゃん、よしえさん、ナイスおすよって、ありがとうございます、ありがとう、たまおばあちゃん、ありがとうございます、こちら、万事川さん、さきさんの愛子さん、メガホンプレゼントしましたって、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます、たまばあちゃんもいつもナイス、ありがとう、ありがとう、アップルさんってね、たまおばあちゃんがアップルさん、あたまちゃんってね、たまちゃんね、こちら、モフニャンちゃん、たまちゃんは外にいるのって、うん、外じゃないよ、うちの中にいる、うん、そうだよ、たま、うん、ちゃんね、お家の中で寝てる、うん、クーラーで、うん、そうだよ、うん、たまちゃん今日ご飯いっぱい食べたからね、うん、もう涼しいとこで寝てる、うん、あ、たまちゃん暑いですね、暑いね、たまちゃんね、たまおばあちゃん暑いね、にゃんこちゃんと同じ名前だからね、こちら、たまちゃんこんにちはってね、ね、もぐにゃんちゃん外にいるのって、うちの中にいるよ、うん、暑いですねって、そうですね、たまちゃんね、いつも暑いね、ね、私なんてね、たまおばあちゃん配信してね、眠くなっちゃうね、居眠りしちゃう、ここでね、ちっと動くとまた目が覚めるね、なんかね、うん、ナイス、結構きついですからね、そう、大変ですよね、ね、うん、暑いんだよね、何しろクーラー2台かけてる、子供の部屋と私の方ね、登山行こうぜ、だって何、うん、小田さん登山行こうって、登山ができれば苦労ないよ、足と腰が動けないんだよね、もう登山もできない、外にも出られないね、うん、私はそうなんね、登山行きたいよ、うん、ねえ、そう、はあ、ほんとお水飲んでさ、ねえ、暑い、ほんとにね、熱中症にならないようにね、うん、モフが、モフにゃんちゃん、ね、やんさんってね、たまおばあちゃん、もふやんさん、たまちゃんって、たまちゃんって、ね、大丈夫かい、もふにゃんちゃんって、頑張ってって、ありがとう、ありがとうね、たまおばあちゃん、ありがとうございます、ありがとうございますね、こちら、なでしこさん、今日は、何、腰は、グラグラって、うん、グラグラっていうか、うん、足はまっすぐなってんだけど、うん、足に力がない、まだね、うん、
だから、これ持って歩くだけ、ね、あ、暑い。ありがとうね。すごいね。なんか午後になるとこっち暑くなるね。向こうのが涼しくなる。西日が当たるでしょ、暑いよね、ここね。すごい暑くなってきた。暑いとこのと寒いのどっちが苦手って、そうだね。若い頃はね、若い頃は、暑いの嫌だった。だって髪の毛くっついたり、こういうね、顔洗ったってこういうとこ髪、汗かいたりさ。だから今考えてみると、冬のが怖いかもね。冬は寒くって、血液の流れ悪くなる。ね。そうでしょ。暑くてもさ、やっぱりね、クーラーがあれば涼しいからね、防げる。まあ冬はね怖いよ。私あれだから冬はねこたつつけない。危ないからつまずくから。だからこたつはつけない。常に暖房ね。若い時は日焼けしたくて、夏が好きですけど、今は夏しんどいですねって。そうだよね、暑いですもんね。眠くなっちゃったよ。困ったね、眠くなっちゃったよ。なでしこちゃん、キュレコン貼ってるの？キュレコン貼ってたけどね、今はね、デイグとほら持っていけないからね、適当にね、キュレコンじゃねえの貼ってる。先生に出してもらってる、なんていうんだよ、ロキソニンっていうんですか、あれ貼ってますね。また眠くなったよ。妖怪サルマタジジいますかって、いない、いないよ、まだ帰ってこない。2時半だからもう終わったけどね、帰ってこない。今日は友達と花火見てくるよねって、いいね、いいね、皆さんね、ちょっとなんかあるか見てみる。なんかね、なんかある。食べ物ないと思う。豆腐はもういらない。眠くなった。ダメだ。ちょっと待ってね。よしえさん、疲れてるみたいだね。若くないんだから、休んで。ありがとう。今日は友達と花火。ねえ。ちょっと待ってね。なんか見つけてくるよ、また。アイスねえべ、もう。何もねえでしょ。あ、缶詰でも食うか。缶詰。
ちょっと待って。よいしょ。缶詰でも見つけてく。なんか。よいしょ。缶詰は体にいいって言うからさ、食べてみるか。試しにさ。なんかあるか。よいしょ。缶詰食うか。ここにあるよね、缶詰が。何でも食べちゃえばいいよね。いいよ、いっぱいあるんだから。何の缶詰がいい？クジラだってよ、イワシ、賞味期限は24年だって。イワシだって、これ期限切れてたもんね。友達にもらってやる。2022年9月だってよ。大丈夫かい？やだね。変なの食って払いたくなったら困るね。変なの食って払いたくなったら困るよね。何でも食べればいいや。よいしょ。クジラの缶詰だって古いんだよね。これもらったんだよ、友達に。22年だって。今23年だよね。9月だって。22年9 10 11 12 12 13 4 5 6 7。いやー、10ヶ月も過ぎてる。大丈夫かさ、缶詰。大丈夫大丈夫。友達が持ってきた。こんにちは、大丈夫かいってね。本当だよね、なんか古いよね。ねえ、なんかね、あんまり古いの持ってきないとね。古いもんは人にくれられないよね、普通ね。よしえの上目深いってね。大丈夫かいって。おはぎちゃん、こんにちはって。こんにちは、ね、やばそうって、ポリンちゃん、ヨシエさん、ナイスしたよって。ありがとう、ありがとうね、ありがとう、こちら、食べられるかな。なんかクジラだってよ、タレごと食べるまろやかな食感だってね。期限切れたから持ってきたのかなね。ちょっと開けてみるかね。今度は生協で買ってみるかね。お魚あんまり食べないからさ、私お魚食べないからね、あの血が少ないのをね、お魚食べた方がいいって言ったからさ、食べようかなと思ってね。寝るわけだよ、2時半に終わるね。なんか大丈夫げな気がする。ちょっと食べてみる。
너무 유기사 요새도 건방 건방과 건이지와 의지낸 지각보다요 때 오하라 고아사나이 되네 때 네 이즈더니 더있어 때네 하하토 大丈夫なの? なんか大丈夫なような気がする。 なんか味はいいよ。生姜が入って、 醤油味。 クジラだって、クジラ。 クジラだって。 うまいよ、うまい。 傷んではいないよ。 クジラ、クジラだって、クジラ。 ね。 ちょっと食べてみるよ。ほら、こんな感じ。味はいいね。クジラ、うまいもんだね。そう、うまいもんだよね。 大丈夫なのって。ハート強いな、この人。笑うって。缶詰だからセーフだったかって。そうだね、缶詰にプッシュしてるからね、割とね。うめえよ、うめえ。これで水飲んでたら美味しい。 結構ね、美味しい。ご飯のおかずにもなるかも。でも私ご飯食わないからね。うまいよ。なんで食わねえかな、あやら。これ2缶もらったんだよ、友達に。ね、1缶は食べた。もらった時からもう期限切れてた。ひまちゃん、おあみさん、ごきげんよう。暑いねって。サバ缶はダイエットにもいいさって。ね、こちら、こうさん、缶詰だからセーフって。北斗さん、よせさん、チャレンジじゃなって笑うってね。 この人大丈夫って笑う。嫌がらせとかじゃないのって笑うってね。ほんとね、午後になるとね、ここ暑いよ。 西日が当たるからね。玄関も暑い、西日が。ね、日が込めばね、涼しいんだけどね。うまいね、あれはいいよ。ね。 美味しいよ。これでご飯食えばいいけど、ご飯食べられないからね。缶詰ってさ、割ともつんだよね。あ、そろそろお出かけします。この後もお体さしさせない程度に。 頑張ってくださいって。ありがとうございます。ありがとう、北斗さん。ありがとう。相棒と花火ですね。楽しんできてくださいね。ね、暑いですけど。ね。いってらっしゃいませ。ありがとう。ありがとうございます。ね。もうさ、ご飯、食わない。のかいって。ご飯食べない。
うん、ひまちゃん、ボクトさん、暑いから気をつけてね、楽しんでって、うん、北斗さん、ありがとうございますってね、うん、ありがとう、ね、もうさん、北斗さん、気をつけてねって、うん、ね、うまいだ、結構うまい、結構うまい、うまい、クジラってこういうもんなんだ、クジラの缶詰なんてね、高級品なんだろうね、きっとね。うん。うん。まい。まい。丁寧だなって。ナナの大橋くん、よせさんこんにちはって、ありがとう。こちら、アイテム、これ、アイフかな、梱包、ありがとう、ありがとうね。アイスかな、アイス、ありがとうございます。大橋くん、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。ね、うん、缶が高級げ、ほんとだいね、うん、缶が高級げだね、缶見てわかるね、うん、結構うまいよ、うん、よく噛んでね、うん、おいしいですか、うん、おいしい、みーさん、うん、ちょっと期限切れてるけどね、うん、22年の9月だってね、うん、今23年だもんね、うん、8月だね、うん、ひまちゃん、みーさん、こんにちは、暑いねってね、ね、うん、な、今日は友達と花火見に行くよって、あ、そうなんだ、ともこさんも花火見に行く、うん、花火のとこ多いね、うん、おいしい、クジラの肉ってさ、うん、噛めば噛むほど味があるね、ね、うん、何でも考えたかそうだな、うん、確かに、うん、次も少しするか、うん、うん、おいしいよ、最高だ、うん、おはぎちゃん、ひまちゃん、こんばんは、うん、こんにちはってね、うん、みーさん、ひまちゃん、こんにちは。ね、今日は友達とお花火に行くよってね。ともこさんは、お酒飲めるのって聞いてるよ、ひまちゃんが。うん、ね、うん、
息子に花火連れてってもらえばいいって、うん、給食でクジラの竜たつ揚げあったわって。そうなんだ、うん、結構身が締まってるね、うん、洋輔さんの着てる洋服そうだねって。慎吾買ってきたやつ、うん、ね、慎吾がね、これ着てられたんだ、うん、バナチャーってね。あ、暑いけど生地は薄いからね、生地が薄いからまあまあ涼しい、うん、袖はあってもね、うん、まあまあ涼しいよね。これ美味しいよ、うん、こんなうまいとは思わなかった。早く食べればよかったな。うん、最高、うん、基本飲めないけど、お付き合い程度なら飲める、うん、少しってね、うん、あ、なんだ、うん、そう、おはぎちゃん、妖精さんの着てる服暑そうだねって。もちょっと暑そうでしょ、色もね、うん、うまい、クジラうまいよ、うん、目が覚めた、うん、ね、うん、噛むのは結構大変ね、うん、ボソボソ身がなってるからね、うん、今ちゃん、基本は飲めないけど、お使い程度なら飲めるよ、少しってね、うん、うん、うまいじゃないよ、うん、美味しいで、これご飯で食べればうまいんじゃない。うん、サンバルカちゃん、こんにちは。暑さに気をつけてねって。ありがとう、うん、サンバルカちゃん。ナイスしといたよって。ありがとう。ありがとうね、サンバルカちゃん。ありがとうございます。ありがとうね。うん、ナイス。ありがとう。ありがとうございます。うん、暑くなってきたね、うん、アーチ、うん、あ、4時半なんだ。13、14、15、16、
4時半も、うん、早いね、うん、缶詰今でも高級ですよって。そうだね、みーさんね、うん、本当ナイス、美味しい、これクジラの缶詰、うん、友達にいただいたんだけどね、うん、結構美味しい。あ、トトちゃんが、あらあらあら、あら、盛り上げにゃんこちゃんプレゼント、ありがとう、トトちゃんありがとう。あ、にゃんこちゃん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 の爪、ありがとう、トトいつもありがとう、うん、トトちゃんいつもありがとうございます、ありがとうございますね、ありがとう、トトちゃんね、暑いね、トトちゃんね、今日はお休みかな、トトちゃんね、土曜だもんね、ありがとうございます、いつもありがとういつもね、トトちゃん疲れちゃうんだよね、お仕事ね、でもナイス、いつも押していただいてるよ、ね、まだおじいさん帰ってこないの、帰ってこない、2時半に終わってるわけよね、だからね、多分ね、あれだよ、なんか外食してんだよ毎日、絶対そうだよ、ほんで家帰ってきて食わないの、ね、外食してんだよ多分ね、みんないいね、わがままでね、幸せよ、あんたね、この缶詰さ、うん、あ、ありがとう、トトちゃん、うん、今日も仕事でした、ナイス、押しときましたって、ご苦労さん、トトちゃん、土曜でもお仕事だったんですね、ありがとう、ありがとうね、ナイス、押しときましたって、ありがとうございます、いつもトトちゃん、ありがとうございます、ありがとうね、お疲れ様ね、土曜でもお仕事だってね、うん、この暑いのにね、大変だよね、うん、ありがとうございます、うん、でもさ、うん、もーちゃん、今日は花火大会、うん、長瀞の花火大会は今日じゃないよ、8月15日、うん、あ、ただいま、たまちゃん元気、お、たまちゃん元気、うん、あの寝てますよ、うん、ご飯も食べましたね、うん、うん、食べましたね、今ね、クジラの缶詰食べたの、うん、友達もらったんだけどね、結構賞味期限切れてるけど美味しいですよね、うん、うん、ずっと置いてあった、うん、傷んでないね、さすがに缶詰、うん、すごいよ、クジラの、うん、クジラの缶詰美味しいですね、あ、いや、刺身も美味しい、そうなんだ、うん、マサー、マサー、うん、マサー、うん、マ、マサコちゃん、うん、マサコちゃんだ、うん、暑くてイカになりましたよって、そうだよね、うん、ナオピさん、クジラの缶詰ですか、珍しいですねって、そうなの、うん、まさこちゃん笑うってね、よしえさん休憩前にお刺身の歌ございますかって、うん、そうですね、うん、あ、お母さん来たっけ、
臭いね、うん、昨日は寝ちゃったって言ってたね、うん、臭いますよね、うん、そうですね、ありがとう、歌いましょうね、ありがとう、うん、はい、ありがとうございます。あけたん、よせさん、こんにちは。暑いね、暑いね、風船ありがとう、風船ありがとうね、ありがとう、ありがとう、うん、いや、お刺身の C さんのお母さんの歌歌いますね、うん、ありがとう、ありがとうね、はい、じゃあ双葉百合子さん、完璧の母ね、ありがとうね、腹痛くて整形外科行ってきました。あら、そうなん、お腹痛いに整形外科、うん、よせさん、今誰かにナイス押してるって、うん、押してない、私、うん、今やり方わかんない、どうするんだか、うん、あけさん腰だよ、あ、そうなんだ、うん、清水の次郎長って、ありがとうございます、ありがとう、さん、じゃあ歌いますね、ありがとう、うん、Cさん、お母さんは新しいスマホ慣れてなくて、あ、そうなんですか、あーね、あ、なんか新しくなったって言ってましたよね、うん、説明できるけどまだ押せないんだ、そう、うん、そういうことはできないね、うん、配信は見てますよ、ありがとう、ありがとうございます、うん、ありがとうね、そうだよね、新しいスマホ難しいよね、私だってわかんないもんね、うん、全然わかんない、いじり方、メールのやり方もわかんないし、妹んち電話かけるもわからない、妹んち電話かけるとね、うん、ね、うん、ただなんだっつうけど、わかんないもんね、かけ方がね、うん、まだここまでお勉強してないね、ね、ひまちゃん、れいこさん、よせさん、わからないでしょって、そう、コメントやり方もわかんない、うん、カエデちゃん、ミル様のお洋服まだかなって、うん、俺半袖、半袖だからまだ暑くて着れない、うん、袖があるからね、うん、うん、初めての新しいスマホデビューです、配信が見たいからね、あ、そうなんですか、うん、あーちゃん、こんばんは、こんばんは、暑いね、うん、暑い、西日が当たったから余計暑いよね、うん、うん、ありがとう、ありがとうございますね、うん、じゃあ歌いますね、ありがとう、うん、れいこさん、たまちゃんは私がイベントあるとき、私が代わりにってね、うん、ひまちゃん、よせさん、初こめさんと教えてるから押すことができるようになったのかと思ったって、あ、そっか、うん、全然私ダメね、うん、そう、妹に電話かけるもわかんない、うん、ね、無料なんだって、何分かけても、うん、だからね、そういうの全然わかんないね、
や歌うね、お母さん待ってるからね。だよね、ありがとうございます、ありがとう。だよね、はい。じゃあ完璧の母ね、声が出るかな。水分補給をしながら皆さんナイスお願いします、痛み入りますって、ありがとうございます、ありがとう、はい、ありがとう。いやね、ありがとうございます、はい。なんだっけ、岩壁の母、ありがとうね。声が出るかな。うん、おや、親から携帯に電話したら安いよって。そうなんだ、あ高いよって。慎吾の設定が高いよ、1ヶ月、うん、私は押さないように、たまちゃんにナイスはよせさんに押すから、他のイベントをやってるだけよ、どうしたのか、まあ、レイコさんってね、うん、何でも飲むかいって、うん、はい、ありがとうね。さあ、じゃあ歌いますね。最近はあまり歌ってないね、歌はね。ひまちゃん、たまちゃんにイベントアイテム投げてるってことだよね。ああ、そうだね。じゃあ歌います。ありがとう。ね、ありがとう。じゃあ、はい、歌いますね。かけ放題で、してるから、携帯から親子、あ安いよ、あそうなんだ。うちのはね、設定が高いみたい。これ一日得意かけてもただなんだって。その貸し1ヶ月1万円くらい払ってるってよ、あの子ね。あの子ね、でかい言葉してる、お金の面で、うん、すごい。お金ね、大切にしないね、考えない、何も。あの子はそういう子なんだ、しょうがねえね。歌いますね。ね、はい、じゃあね、完璧の最近歌歌ってねえな、本当にね。341、皆さん、今少しナイスよろしくお願いしますね。300、まだ400ならね。ねえ、どうしようもねえな、これじゃ。ありがとうございます。ありがとう。ね。じゃあね、なんだっけ。昨日は焼きそばやったって、700ならないかね。600いくつ。ね。まあ、しょうがねえよね。ね、ありがとう。じゃあね、はい。声がね、痰が詰まっててダメ。じゃあね、はい。母は来ました。今日も来た。この岸壁に今日も来た。届かぬ願いと知りながら、もしやもしやに、もしやもしやに、光
されて。ありがとう。双葉より子さん、完璧の母。ありがとう。今度は、ディックミネさん、旅姿、三人男。ありがとうございます。ありがとう。ね、歌います。ね。はい、じゃあ歌いますね。ありがとう。死に、声がダメだ。声が痰が詰まってんだよね。清水港の名物はお茶の香りと男だがて見たか来たかあの短歌いきなすこまさのいきなこまがさあがの旅すがたありがとうございますでっくみね旅姿三人男ありがとう、ありがとうね、うん、まさこちゃん、新宿の女、うん、わかった、うん、皆さん、ナイスナイス、よろしくお願いしますね、よろしく、ね、ね、うん、ありがとうね、わた、ちょっと声がおかしい、ね私が男になれたなら私は女を捨てないわネオン暮らしの蝶々には優しい言葉が染みたのよバカだなバカだな騙されちゃって夜が冷たい新宿の女ありがとうございますありがとうございます344ナイス344ナイスよろしくああお刺身のお母様よしえさんありがとうございますってとんでもないですよ、うん、ありがとうこちらこそありがとうございます、うん、ねわざわざありがとうね、うん、ありがとう暑いから、うん、気をつけてくださいね、うん、新しいスマホね慣れるまで大変ですよね私も何にも自分のスマホわからないよ、うん、ね、うん、ありがとうありがとうね、うんうん、本当ありがとう、うん、いつもありがとうございます、うん、まさこちゃんもありがとうお疲れ様バチバチありがとうありがとうね、うん、私はカラオケ趣味だけどよしえさんはってうん、私もカラオケ大好きですよ、うん、カラオケコーナー行きたいなと思うんだけどね、うん、アカペラよりいいから音楽が流れた方がね乗りやすいわよねえほんとねえあっCさんお母さんからですってありがとうございますねふわふわくまちゃんありがとうありがとうねお母様くまちゃんありがとうね。ありがとう。お母さん。ありがとう。くまちゃん。ありがとうございますね。かわいいくまちゃん。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございますね。うん、ありがとう。ね。体気をつけてね。暑いからね。うん、結構ね。私も居眠りしながらやってるんだよ。うん
ね、なんか食べると目が覚める。うん。ね、うん。れいこさん、NHK ののど自慢出たら、あはは、あ、あ、相原さんと慎吾くんが会場で応援してくれるよって。そうかな、うん、そうか。NHK ののど自慢ってさ、割と難しいね。あれ、音楽がさ、あの、なんだっけ、あの、アコーディオンとか、ああいうんだよね。うん、私ね、万願の湯で出たことあるんだよ、うん、優秀賞もらった忍び声で金田達也、うん、優秀賞もらった、うん、あとはね、うん、市民会館出た、うん、そうしてね、あのなんか万願の湯で歌ってたら、うん、会長が出てみねえかいって勧められて、あのなんだっけ、市民会館、秩父のね、あそこに出たことある。そしてね、古代夏子の恋バンカ歌った。そしたらね、もらってよ、なんかなんだっけ、あの時は熱演賞だな。熱演賞はそんなに、あれ、熱演すればもらえるもんで、あと会長賞、盾もらった。盾だから漫画のが一番良かった、優秀賞だからね。熱演奏なんつうのは熱愛せればもらえるもんで、会長賞はまあまだな、盾だからね。3回出たことある、うん、その他いっぱいある、うん、あの頃鬼門着て出た、足も悪くなくてね、相原が運転できて、運転で連れてってもらった。そう、うん、あのね、市民会館はね、歌手みたいにあの何もないのよ、あの見る字が。だから自分でね、あの会場を見てね、自分で歌手みたいに歌うわけ。あの漫画の湯はカラオケがちゃんとあって文句が出る、うん、漫画の湯はね。市民会館はそうじゃない、音楽とともにこう、あの 下の幕の方、この奥から出てきて、うん、ここに真ん中に立って自分の頭で歌う。文句間違えたら大変よね、うん、やるねって笑うって。そう、私結構出てますよ、あっち、うん、いろいろ歌ってる、うん、そう、歌好きだった、うん、そう、家に防音工事してカラオケルーム作ればって、うん、それもいいけどね。今ほら安いのあるでしょ、あの1万円ぐらいで、うん、あのテレビに差し込めばテレビに映るってね、あれ買おうなと思うけど、もう先がないから、あ、なんかあってももうダメだなと思ってね、そう、もう買わないよ、うん、もっとね、自分がね、丈夫だったらね買うんだけど、ちょっと無理かなと思ってね、そう、うん、そう、夢グループっていうんですか、あれそんないいものあるんだって。そう、1万なら買ってもいいじゃないって。そう、それがね、300曲ぐらい入ってるんよね、300曲いろいろ。あと自分の好きな歌をね追加できるんだって。こういうチップっていうのがあって、こう詰められるんだって、その入ってる以外に、うん、で1万円で買うんだって。マイクもついて、うん、たまに出てるよ新聞に、うん、だからね買おうと思ったんだけど、うん、あ、いやーと思ってさ、もう年だしなーと思ってね、うん、そう、あー、試してみて。よしえさんがね、ありがとう、まさこちゃん、うん、こちら金銀堂さん、こんにちは、ナイスしました、ありがとう、いつもありがとうね、うん、ね、金銀堂さんありがとうございます。オリンピックだよね、金銀堂さんいつも言うけどね、ありがとう、ありがとう、うん、こちら、うん、ね、すごいね、声が綺麗だよね、試してみて。よしえさんがね、うん、
でもデーで歌ってるからね、もうね、デーでね、この間何歌ったかと思って忘れちゃったらさ、後から思い出したんだけどまた忘れた、何歌ったろう、この間、何しろね、2曲だったかな、3曲だったか忘れちゃったね、何歌ったんだろうね、博多恋ごよみ歌ったよね、金田達也さんのね、一番目は何歌ったか忘れちゃったね、すぐ忘れちゃう、最近ね楽しいよでも、今日声がよく出てたよって言われた、よーなんつってね、よかったよ、安井さんっていう夢グループのおばあちゃん好きって、そうなんですか、こちら眠いのと飛んじゃうよって、そうだね、歌うとね、眠くないね、やっぱりね、そうだね、私結構出てるんですあちこち、本当にね、趣味で歌ってる、あとは中居やった時、宴会が始まる前、団体はカラオケ使う時ある、ほとカラオケの機会があるから、料理はいっぺんに出ない、ちょっと最初つけて始まってから出るから、その間時間があるわけよね、ほいでね、2階水宝っていう会議室なんだけど、そこでいつも歌の練習してました。あれなんだったっけな、市川由紀乃の歌だったな多分、それ勉強してたら社長がちょうど来て、社長歌の勉強してるんだけどって言ったら、何とも言わなかったよ、まだ料理できないからって言ったら、社長が何とも言わない、いい社長だったね、のど自慢笑うってね、着物も買ったよ、安い着物、1万円とちょっとぐらいな着物、いくらか持ってるよ、着物着て歌ったから、あの時はデブじゃなかったから、ね、自分で着られるし着物、調整感で、私着物10分ぐらいで着ちゃったから、いつも、今着られるかわかんない、でも着られるとも前着たんだから、ね、着物着てね、いつも歌った、ほんでそれ用に1万とちょっとぐらいな、ザブザブ洗えるやつ、そういうの買った、夏の色も買ってあるけど一回も手通さない、あれでもうタンスの肥やしで終わりね、今着物何度着たって歩けねえし、ストレス感じたら歌えるね、カラオケ、そうだね、もうさ、だからね、慎吾によくかけてもらうよ、ここにいて時間あるとき、慎吾母ちゃんの好きな歌かけてよっつうとね、かけられないね、ここでね、ね、いつもね、小時清乃っていう人が好きなんですよ、その人の長良川薬局と、あとは姉妹化粧をここかけてくれる、慎吾がね、そんでね、ビクターだから橋幸夫も歌ってる、舞妓はんね、それもね聞く、そうするとね、すごいね、あとは、はい、この間ね、いろいろかけられるって聞いたら、かけられるっつうから、母ちゃんの好きな歌言ってあるからかけてよっつった、時間ある時、そしたらね、橋幸夫のエリコかけてっつったらね、かけてくれたよ、あと舟木一夫を絶唱かけてって言うとね、絶唱かけてくれる、もうさん歌いいねって、そうだね、私昭和の人だから、ね、平成の歌わかんないからね、昭和の歌いいね、
心にしみるね、うん、今の若い人はなんだかわかんねえような歌でわかんねえ、うん、慎吾さん優しいですねって、そうなん、歌は書ける、うん、ね、慎吾かけてよって母ちゃん聞きてえからちょっとかけるよここへ来て、うん、そうね、歌いいね、聞いてるとすぐ時間経っちゃう、うん、もうこんな時間っつんで、うん、そういいね歌はね、うん、本当に大好きだよ、うん、ねえ、いいいいよ、うん、こちらそこだけ聞いたら良い息子笑うって小田さんが、うん、ね、うん、かけてくれるよ、母ちゃん今歌聞きてえな、時間ちっとあるからちょっとかけてくれる、うん、何もうこんな時間って、じゃあ歌う聞けねえなってね、うん、飽きないよ聞いてても、うん、ねえ大好きだよ、うん、着物のステージのモデルとしてましたって、着物のステージのモデルとしてました、あ、トモコさんそうなんですか、うん、そうなんだ、歌好きなんですね、うん、そうなんだ、モデルさんじゃすごいね、ね、すごいなんか、うん、昔に帰りたいね、うん、ウェディングベアあるよって、そうなんだ、うん、あ、モデルさんやってたんですか、ねえすごいね、うん、すごいよ、いろんなお仕事あるからね、うん、そうだね、いいね、そうですってすごいね、すごい方な、モデルさんじゃ綺麗でしょね、え綺麗だね、モデルさんすごいよね、すごいわね、私魚や全部食べちゃうね、すごいね、うん、あと12分で終わりだよって、トイレ掃除してシャワー浴びてくるってね、うん、ね、ありがとう、ありがとうございます、うん、よくやりますね、うん、トイレ掃除ね、うん、暑いのにきれいにしますね、うんうん、またね、ありがとうございます、ありがとう、うん、ね、ありがとうございます、うん、あ、あと12分で感想かな、うん、ね、ずいぶん食べた、全部食べちゃったよ、うん、おいしいよね、うん、うん、12分で終わりね、うん、今何時、13、14、15、16、17、5時半なんだ、うん、5時半になるとこだ、うん、日が伸びたね、ね、うん、日が伸びたね、とっても5時なんて思えないね、日が伸びたよね、うん、ありがとうございます、ありがとうね、すごい日が伸びたな、まだとても、
あ、本当だ、数字が出た。うん、あと9分だろね。うん、早いね。うん、62名の閲覧の方、よろしかったら、よろしかったらナイス、よろしくね。あと9分、よろしくお願いします。たとえ1ナイスでもいいですから、よろしくね。ね、9台ね、あと1ナイスでちょうどあれだ、閲覧の方、よろしかったらね、お願いしますね、お願いします。ね、よろしくね。童謡でも歌おうか。お、50になった。うん、1ナイス増えた。ありがとう、ありがとうね。ありがとう、ありがとうございます。よろしくね。62名の閲覧の方、よろしくお願いします。また40いくつに戻っちゃった、消したりつけたり消したりつけたり、まあでもいいわ、49になっちゃった、もういいや。どっちみちたくさんいるんだからいいわ。ねえ、いいわ、しょうがねえわ。もう焦んないわ、焦ってもしょうがねえわ。なるようにしかならねえな。まゆちゃん何食べてるん？クジラの大和に、ね、クジラの大和に、ね、期限切れたけど食べちゃった、ね、2022年11月だった、食べちゃったよ、美味しかった、缶詰、クジラの缶詰美味しかったよ、ね、うまかった、ね、今5時か、5時じゃねえね、時間が見えねえ、これ挟まってるんが、ね、あと6分、あと6分、期限切れてたのって、そうだよ、食べちゃったよ、ね、60まあ、めえ、わかんないな、数字がちっちゃくて、ね、351、ありがとうございます、ありがとう、あと6分、ありがとうございますね。なんかどうかい、何がいい、ふるさと、ふるさと歌おうね。さあ、ふるさとでも歌おうかね。じゃあね、うさぎおいしかのやはこぶなつりしかのかは夢は今もめぐりて忘れがたきふるさとね、ありがとう。
よせさん歌好きですってありがとう、ありがとうね、もうさんパチパチありがとうございます、ありがとう、ともこさんもパチパチありがとうございます、ふるさとふるさといいね。じゃあ次は何がいい、何の歌いい、じゃあみかんの花咲く、あ、ロクちゃんこんにちはって、こんにちは、まさこちゃんパチパチありがとう、ありがとうね、ありがとうね、みかんの花が咲いている、思い出の道、丘の道、遥かに見える青い海、お船が遠く浮かんでる。ありがとうございます、ありがとうございますね、51ナイス、51ナイス、ありがとうございます、ありがとう、ロクちゃんうまいって、ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、皆さんよろしかったらナイスナイス、よろしくお願いします、歌声素敵、ありがとうございます、ロクちゃんありがとう、お疲れ様って、ありがとう、ホミちゃんありがとう、お疲れ様でしたって、みーさんありがとうございます、ありがとうね、ありがとう、17時ね、お疲れ様ってありがとうね、皆さん、あれだよね、あと2分、感想お疲れ様ってありがとうね、少し休んでねってありがとう、もうさん、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ね、いや361ナイス、51回は見えねえんだよね、なんだか、ありがとう、はやとんぼさん大好きっていつもありがとう、いつもありがとうね、嬉しいです、いつもありがとうね、水分補給してねってありがとう、ありがとうね、皆さんありがとう、本当ありがとうね、まゆちゃん少しでも休んでねってありがとう、風船ありがとう、ありがとうね、ありがとう、みーさんゆっくり休んでくださいねってありがとう、夜また来るねってありがとう、ファギちゃん、ありがとう、みんなありがとうございます。もうさん、お疲れ様でしたって、ありがとうね。皆さん、本当ありがとう。ねえ、みえちゃん、夜また来ますって、ありがとうね。ありがとう。皆さん、ありがとうございます。ありがとうね。ありがとう。もうすぐだね、20何分かい、なんだろう、サルマタ、モーさん、サルマタ窓かなって、サルマタ窓かなって